郊外にはアグロフォレストリーの農場群がある。一見森のように見える農場だが、よく見ると至る所にさまざまな作物が実っている。アマゾンの熱帯林から生まれた果実、さらに生薬や木材としても有用な樹木など、作物は止め安全体で100種類を超えるという。この作物の多様性がアグロフォレストリーの大きな特徴だ。果物をついばみに来る鳥も多い。アグロフォレストリーとは、アグリカルチャー、農業とフォレストリー、林業を合成した言葉。この農場はまさに農業で作り上げた森と言える。アマゾンでは森林伐採によって大規模な牧場化やプランテーション化が進められてきた。この30年で失われた森はアマゾン全体の 17%、 66万平方キロにもなる。森の伐採は自然の生態系を崩し、異常気象を引き起こすとも指摘されている。それに対し、自然の多様性を取り込み森を再生するアグロフォレストリーは、環境への負荷が少ない農業だと言われている。現在200家族の日系人が取り組んでいるアグロフォレストリー。30年の経験を持つ小長野さんに、新しく農場にする場所を見せてもらった。列状に立てた支柱のもとに、つるを伸ばす胡椒の苗が植えられている。胡椒の列の間には、バナナとチョコレートの原料となるカカオを交互に植え込む。カカオの成長には40%の日陰が必要とされる。成長の早いバナナの大きな葉が日光を遮り、強い雨や風からカカオの苗を守る役目を果たすのだ。バナナとカカオの列の間には24メートルの間隔を空けて、甘い果実を実らせるタペレバーの苗木と浅いヤシ、そして大木に成長するマホガニーを植えていく。これらの間にトウモロコシと稲の種をまく。環境面が注目されがちなアグロフォレストリーだが、農家が1年目から着実に収入を得られることこそ大切な要素なのだ。アグロフォレストリーを作るのに気をつけないといけないのは、その作物ですね。そこの作物の何ですか、その、感覚、それにそのどういう樹木を間に挟むかと、そのやっぱりそれをうまくね、気をつけてやらないと競合しますよね。水を奪い取るとか、肥料をたくさんね、胡椒の肥料を取ってしまうとか。間隔を取って列状に植え付けされた7種類の作物。小長野さんはそれぞれが収穫できる年数を長期的に計算し、経済的に成立する作物を選んだ。成長度合いが違うそれぞれの作物、その過程をモデル化して見てみる。熱帯の太陽と水の恵みを得た作物は勢いよく成長する。1年目まず稲が実り、農家は収入を得ることができる。そして2年目、バナナと胡椒が目覚ましい成長を続け、徐々に実をつけ始める。緑に埋まった丸2年後の農場、それぞれの作物が過度に競合せず、順調に
共育ちしている。数年間はたわわに実をつけるバナナ。そのバナナの葉の陰で順調に成長するカカオ。そして2年目から実をつけ始めた胡椒は、このあと徐々に生産量を増やし、5年ほどは収穫できる。農家は安定した収入を得られることになるのだ。3年もするとタペレバーやアサイイヤシ、香木のマホガニーは勢いよく成長している。3年目から実をつけ始めるカカオをはじめ、バナナ以外の作物がどんどん背丈を伸ばしていく。そして6年目にはカカオが3メートルに、アサイイヤシが5メートルに、タペレバーやマホガニーは8メートルを超えて成長する。6年もするとそれぞれの作物が折り重なり、農場は深い茂みとなる。この頃になるとアサイイヤシとタペレバーも十分収穫できるまでに実をつけている。さらに胡椒に代わってカカオの生産量が飛躍的に増え始め、農家は大きな増収を見込める。カカオはこの先30年ほども収穫できるという。7年を過ぎるとバナナや胡椒は枯れるが、タペレバーやマホガニーなどの樹木が大きく育ち、15年もするとアグロフォレストリーの農場は大木の下にカカオなどの果実が育つ森のような畑になる。森を再生させながら毎年着実に作物を収穫できるアグロフォレストリー。トメアスでは農場主の考え方によって作付けの品種と時期が異なる。畑の立地や環境条件、収穫のタイミング、さらに栽培管理などの作業効率を考えて作物が決められていくのだ。ただどの農場にも共通するのは、マホガニーなどの香木が植え込まれていること。成長した木は高級木材として売ることができる。それは老後の貯金のような存在となっているのだ。農家の生活を支え発展し続ける富安のアグロフォレストリー。しかしそれはどん底の状況から生み出されたものだった。